私の牙の虜にしてあげる。永遠の美を司るヴァンパイア、私にぴったりのモチーフだと思わない？鏡に映らないなんて身だしなみチェックが大変よね。授業ごとにルークに確認してしまうかも。この前夜にトマトジュースを飲んでいたらエペルに悲鳴を上げられたわ。失礼しちゃう。トリックはトリート、でも甘いお菓子はいらない。ヴァンパイアが求めるものといえばハロウィーンだからってヴァンパイアみたいに昼夜逆転生活してない？夜更かしはほどほどになさい。お菓子を持ち歩く習慣がないから去年はリリアのいたずらの餌食になった。本当に参ったわよ。日傘はちゃんと確認して遮光率が高いものを選んだ方がいいわよ。日焼け止めも忘れずに。フロイドは肌が綺麗よね。潤いのある肌はメイクのりも抜群。あんたも保湿は怠らないように。私の父は俳優でハロウィーンは毎年特殊メイクと仮装をして帰ってきた。凝り性は血筋かしらね。撮影では髪の毛一本のニュアンスだって大事なの。あんたにセットし直せるかしら？このマント布量があるから人一人くらい包めそう。怖いゴーストが来たら隠してあげましょうか。